ウェイスコンチャカンです。今回はさ、250円でメガボックス140個引けた話、これについてね話していこうかなと思うんですけど、まずねこの動画公認が出していいのかと、答えは知らねえ知らないですけど、もともと公認のメリットとしてコンテンツクリエイターコードっていうのがあって、そのコードを使用してでエメラルドを使うと一部が還元されるっていう仕組みなんですよ。なんですけど全然俺の手元にお金入ってこないメリット全然なくねってことに気づいて、ちょっとこの動画撮っていこうかなと思います。まあ、まずね自分から言えることとしては、確かにもうこの運営さんの処理速度早すぎる。いろんなバグがあったんですよ。なんかパワー1でなんかコンタでめちゃくちゃ簡単にボットだけ戦ってコンタで作るとかいうバグがあったんですけど、もうそれ修正されるのがクソ遅くて、めちゃくちゃ遅くて、俺がめちゃくちゃ苦労して作ったパワー1道の赤盾8匹か9匹あれが完全に無価値になったんですけど、まあ、そのバグが修正されるのがまあなんか2週間とか3週間ぐらいだったんかな、なんですけど、もうこのバグだけなんかやたら25分で修正されました。確かにこのなんかバグは早く改善できるんですよ。俺プログラミングかじっててゲーム作ってるから、こういうバグっていうのはもうすぐに解決できるんですけど、なんかパワー1でボットだけ、マッチングしてしまうっていうバグを修正するのめちゃくちゃ時間かかるんで、まあ、それは若干しょうがないなと思いつつちょっとさすがに早くね。俺5分30分に16時にこのセールが始まって16時25分に終わったんですけど、俺16時半にたまたまブロスター開いてセール見たら別に普通だったんで、あと5分長ければ俺買えたなと思いつつで、一番損してんのは無課金のあなたたちじゃないんですよめちゃくちゃなんか日頃の何のセールもないエメラルドを買ってメガボックスを買ってなんかそれでなんか10万円ぐらい課金して、それで彼がキャラをカンストさせようとしているこの男ガンです、俺ですこの250円で140個引けたら俺もめちゃくちゃカンストして、もうカンストしてる動画めちゃくちゃ出せたんですけど、まあそれを買えなかった、俺が一番損してんだよ、うん、結局。でその大損男ガンから言わせてみれば、いや確かに、まあ、格差はできてしまったんですけど、まあ、ぶっちゃけ誰も損してないじゃないですか。損してんのは運営さんであって、もともと1億円取れた収入がなんか1000万円になったぐらいの、まあ、運営さんの損益であって、ユーザーは別にそんな大して損してないんですよ。被害妄想が増えてるだけであって、そんな言うても損してない、得してないであって損はしてないんですよ。なんでここまで荒れることかなと個人的には思ってます。まあ、公認を捨てる覚悟で言うと謝罪はせえっていう声もいろいろあったんですけど、まあ日本のこのブロスタ公式ってアカウントと世界のこのブロスタブロールスターズの、アカウントっていうのは、まあ、全く違うもんで、その、まあ、世界のブロールスターズが謝ってないってことは日本が勝手に謝っちゃいけないんですよ。ブロスタを作ったのは海外でやって、その海外が、ね、全権限を握ってるんですよ。でだから日本のブロスタ公式アカウント、ツイッターアカウント消えろって言ったら、まあ、消えざるを得ないんですよ。なんでそのブロスタの一番トップであるブロールスターズっていうアカウントが謝罪しなければいけないんですよ。なんで攻めるべきは日本じゃなくてその海外のアカウントなんですよ。だからそのアカウントが謝ってないことに関してはいろいろ言うべきなんですけど、まあ、最終的に謝ったんかな、確か、うん、確か。そして一部の方でね、このスペシャルセールが買った人がいるじゃないですか。で買った人がまあまあ結構ね少ない人なんですけど、この人が買ったせいでマッチング敵パワー11めちゃくちゃ増えて敵強なったやないかいっていう人がめちゃくちゃいると思うんですけど、これについてはね反論できません。マジそれな、パワー11が増えるせいでそんなに強くない俺が、もともとそんな強くない俺が全然試合に勝てなくなったらどうすんねんと。いやでもね、皆さんここで正直皆さんがこう反論したとしても、めちゃくちゃ損してる運営さんは詫び石的なワビエメラルドとか絶対出さないんですよ。なんであなたたち皆さんができることは、この開発者、この開発担当、このショップを操っている人、この人を信じて、LINE グループなり何なり作って、こういうセールがまた来た時に皆さんが買えるように対策しましょう。ちなみに俺はもう次からもう LINE で電話してもらえるように、こういうセールが来た時に、LINE で電話して、こんなセール来て、ま、もう一回セール来てたからお前絶対買った方がいいよっていう人を作っていこうかなと思います。ということで皆さんもこういう対策をしていきましょう。この動画を見ている皆さん、ちなみにねこのバグセールは今2回来てて、過去に2回来てて、おそらく2度あることは3度あるということで、ね、もう一回このセールが来ると思います。なんでこの動画を見ている方は是非
絶対に、次のバグセールは買いましょうということで、今回ご視聴ありがとうございました。